はい、こんばんは。まもなくレンコン学校 FM 開校いたします。もう少々お待ちください。まもなくレンコン学校を開校いたします。どうもこんばんは。落語インストラクター野菜ソムリエ、川崎鴨頭団の代表理事のレンコンさんです。こんばんは。まもなく本日もレンコン学校 FM 開校いたします。ありがとうございます。まさきこんばんは。ありがとうございます。どうも一日お疲れ様です。まもなく開校いたします。はい、始まりました。こんばんは。レンコンさんです。今日はどんな一日をお過ごすことができたでしょうか。レンコンさん、今日も速読スクール速読のレッスンが、たった今終わったところなので、今日もレンコン学校を開校いたしました。ザッキーもこんばんは。今日ザッキー早いですね。今日はですね、お時間を決めて、今日はこちら15分っていう時間でね、会話、レンコン学校を話していきたいと思います。こんな感じですね。タイマーをセットして、本日の早速テーマは、西田さんこんばんは。ハッシーもこんばんは。ありがとうございます。今日の会話のテーマはこちら、あぶって見えない、リターンスクールについて話していきたいと思いますが、リターンスクールについては2日間に分けて話していきたいと思います。本日1日目リターンスクールについてはこちらの下のコメント欄に、言葉としてね、紹介してますので、後でねこの下の欄を、読んでくれたらリターン、スクールのことも分かると思います。かなバナナもこんばんは。ようこそようこそ、ありがとうございます。今日はこちらの、はい、こちらのリターンというヒューマンスクールのリターンスクールについて、前編、1日目をシェアしていきたいと思います。リターンスクールって何かというと、詳しいことはホームページでリターンスクールでチェックしてくれたら、助かります。今日ね、このリターンスクール、なぜ今日話そうと思ったきっかけはないかというと、リターンスクールの事務局、の方から明日、1月3日の明日ですね、息子さんこんばんは、ありがとうございます。明日3日の20時よりリターンスクールのインタビューを受けることが決定しました。おめでとうございます。森川さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日も来てくれてありがとうございます。草ちゃんもこんばんは。ありがとうございます。草ちゃん、明日、リターンスクールのインタビューを受けることが決まりました。しかもですね、明日20時よりライブ配信をしながらインタビューをしてもいいですかっていうオファーが来たので、明日リターンスクールについて、こちら、レンコンさんのアカウントで、ライブ配信、インタビューをされながらライブ配信をしていきます。インタビューの方は2名、リターンスクールの方が2名、来られて、レンコンさんにね、いろんな質問をして、リターンスクールだったり農業だったりね、独々のことを、聞いて、レンコンさんをね引き出してもらうような感じになるのかな。新井さんもこんばんは。吉江さんも今日もありがとうございます。めぐみさんもこんばんは。先日ありがとうございました。明日ですね、リターンスクールのインタビューを受けることになりました。なので前編、今日はリターンスクールについて軽くシェアをしておきます。しかもですね、レンコンさん昨日ですね、2月1日からリターンスクールのファシリテーター、まあ、学校の先生になるための学校にね、通い始めました。その中ね、西田めぐみさん、西めぐともね一緒の同期なので、鹿児島2期の、
受講生さんとしてね、学びがスタートしました。小林さん、こんばんは。けんちゃん、先ほどはレッスンありがとうございました。今日はね、残り11分のライブ配信になりますが、ゆっくりね、聞いていてください。明日20時より、ライブ配信、インタビュー受けるっていうのは聞いたんですが、具体的にどんな話になるか、どうか、その場のね、雰囲気だったり、その場の、なんか、落読で言うと、感じながら、波動を感じながらの会話になってくると思いますので、波動のセッションをしていくのがライブで見えるかもしれないので、楽しみに明日の20時からスタートしてますね。小林さんも、こんばんは。今日もありがとうございます。ユニさんもこんばんは。サオリさんも今日もありがとうございます。今度ね、本当に打ちっぱなしを教えてもらいたいです。田中さんもこんばんは。長谷さんもこんばんは。そうだね。改めて、さっきここまで、さっきケンちゃん、ここにね、さっきほどまでいて、一緒にレッスンをしてましたね。ドクドク作る。今日もね、だいぶケンちゃん伸びていきましたね。13,640 文字から32,640。ここで言っちゃった。これくらいね、3倍ぐらい伸びてましたからね。おめでとうございます。藤井さんもこんばんは。ありがとうございます。かんちゃんこんばんは。かんちゃん明日。かんちゃんも行ってるリターンスクールの、が連絡あって、リターンスクールのインタビューを受けることが決定しました。20時より、ここでね、ライブ配信をしていきますのでね、皆さんで、見て帰ってもらいたいなと思ってます。小田さんもこんばんは。いつもありがとうございます。今日はね、今日もかな ?23 時からアクアラインが、工事のためにね、閉鎖してしまうんで、短い間の設定なんですが、こうやって、今日レッスンが終わった後のレンコン学校を開講しております。レンコンさんです。真中さんもこんばんは。いつもありがとうございます。ようこそ、ようこそ。だから明日がとても、少し緊張、だいぶワクワク、初めてのインタビューされるんで、憧れだったリターンスクールにの方からのインタビュー。めぐちゃんこんばんは。明日20時よりリターンスクールのインタビューを受けます。そのことをね、シェアしてますのでね、明日も20時。アーカイブが、この動画がね、Facebook で残りますので、後日見てください。めぐちゃんもこんばんは。めぐちゃんもさっきね、さっきっていうか、ズームでレッスンしたじゃんね。だからさっきぶりですね。ありがとうございます。高橋さんもこんばんは。ケンタラさんも今日もありがとうございます。明日、そんな、初めて、深く話すのは、二人のね、ファシリテーターの方がいて、で、インタビューを受ける側なんですが、レンコンさんが、どんな風に質問されて、どんな言葉がレンコンさんの内側から出てくるのかがね、とっても楽しみですね。まあ、大きく言って、農業のこと、レンコンのこと、リターンのことを話す予定で、今いますが、今日はね、また寝る前に、明日の20時、どんな自分を感じれるか、意図セットしてね、寝ようかなと、リラックスして寝ようと思ってます。ともやさんもこんばんは。ありがとうございます。明日が、20時から、リターンスクールのインタビューを終えて、本来だったらね、ともやさんの、レッスンがいる予定だったんですけど、明日も、アクアラインの工事があるために23時前にはアクアラインを、通過しないといけないので、すぐに帰らないといけない状態ですね。こっから30分ぐらいアクアラインまでかかるんで、ちょっとね、厳しいと思って明日は避けて、またね、金曜日だったり土曜日レッスンしましょうね。日本ネイト、ゆかりんですかね。いや、違うんですよ。明日のインタビューは、ミホリンではなくて、どこ行った?インタビュー、打ち合わせメッセンジャーグループがあって、ニックネームまでちゃんと覚えてないのが、レンコンさんでして、エビナさんと、ちえこさん。ということは、
ということは、ちえこさんとじゅんこさんがインタビュアーとしてレンコンさんにインタビューをしていただける、聞いていただける日になります。インタビューワクワクですね。ちょっとね、ドキドキましてでレンコンさんもいます。だって、普通のインタビューじゃないんですよ。リターンスクール的なインタビューになるので、リターンスクールの方がどういう風に、どんな感じ、どんな声の、なんだろう、音で、インタビューをしていただけるのか、とってもね、楽しみです。だからこそ、レンコンさんもどんな風に出るのか、内側のレンコンさんの声がどういう風に出るのかが、ちょっとね、ワクワクですね。だから、今日はいつも以上に寝る前に、コアチューニングというか腹圧調整をして、明日のことをイメージして、どんな自分が出ていくかをもう一度見つめながら、寝るときと、朝ね、起きたときもちゃんと糸セットして、ちづこさんこんばんは。いつもありがとうございます。ビージャ、ありがとうございます。ビージャの、この、アナンドビージャってもう名前からしてもかっこいいですよね。幸せの鐘。いいですね。明日はリターンスクールについて20時から、インタビューを受けますので、明日もしてみてください。明日インタビューを、してるので、こうやってコメントを読みながらっていうのはなかなかできないかもしれませんが、ゆかりんこんばんは。昨日はありがとうございました。ここでなんですが、後で質問があるので、メッセンジャーします。昨日は、リターンスクール鹿児島2期、もう大好きなゆかりんのところに行って学ぶことができました。半年間ね、楽しみながら自分の内側を、感じながら行きます。福ちゃんもこんばんは。ありがとうございます。被った草刈り、刈り払い機どうでしたか？ちゃんとエンジンかかりましたかね？たくさん草刈りしてたので、地面にあの振動でね、手が痺れたりとか、いろんな緊張してるので、疲れがどっと出たんじゃないですかね。ゆっくり休んでくださいね。いかにもこんばんは。明日、リターンスクールの、海老名純子さんと、佐藤、シエコさんだったかな？からインタビューを受けることが決定しました。なので、とっても楽しみです。明日はリターンスクール後編をお届けしていきたいと思います。まだまだね、ちゃんとリターンスクールについて、このライブ配信で届けてないので、リターンスクールってなんだって思う方は、後で、コメント欄にそうですね、リターンスクールのホームページの URL を、リンクを貼っておきますので、ホームページかっこいい、なんかね、すごい素敵なホームページがあるので、見てみてください。簡単なイメージを渡しておきますね。こんなホームページです。すぐ出てくるのが。なんか潜るイメージですね。潜るって自分の内側の声を聞くような潜る。レンコンさんもね、腹の声を聞くときは深く深くダイブするような、でもね、苦しくないんですよ。呼吸を整えて深く感じていくとき、むしろ気持ち深くなればなるほど深く自分の声を聞こうとすれば気持ちよくなるような、そんなスクールのことは明日話していきますね。しゅんやさんこんばんは、ありがとうございます。田中さんも今日もありがとうございます。タカランド、明日がインストラクターの本番ですね。楽しんで、波動を高めて、ちゃんと今日の夜と、朝最後の糸セットして明日に挑んでみてください。応援しています。野村さんも、こんばんは、ありがとうございます。ひとみさんもこんばんは、いつもありがとうございます。ケンさんもこんばんは、ありがとうございます。まるさん、まさおさん、まるまさおさんこんばんは。栗原さんもこんばんは。佐藤さんもこんばんは、ありがとうございます。新井さんもこんばんは。今日はね、まもなく、
アクアラインを通って、今日も工事中なので、すぐ帰らないといけないんですよ。だから残り1分18秒、今日あった3つのハッピーなことをシェアしていきたいと思います。1つ目は、今日は節分でした。豆を年の数だけ食べれました。ちなみに豆、年の数食べるとどんないいことがあるかと忘れしてしまったので、この後調べてから寝ようと思います。谷口さんもこんばんは。残り56秒になりました。今日はレンコン FM この辺で終わりたいと思いますが、3つのシェア、1つは楽しくレッスンができました。あとはね、今日もこうやって皆さんと、ライブ配信ができたことがとっても幸せです。幸せです。本当にね、自分がここにいられるのも皆さんのおかげなので、こうやって聞いてくれる皆さんがいるってとってもね、嬉しいことですね。こんな感じで来週ありがとうございます。西メルもありがとうございます。ではでは、この辺で終わりたいと思います。思いますが、川崎鴨頭スクール、川崎ね、落読をやってますので、速読したいこと、または、どしどしレンコンさんとかにコメント来てください。体験会のご案内をしていきますので、この辺で終わりたいと思います。ではね、昨日も届きたメッセージなんですが、レンコンさんはいつもこの言葉を感じたり、神社で、この言葉を唱えてから毎朝速読スクールに来てレッスンをしています。すべては良くなるために起きている。これをね、神社に行ったら10回唱えて、ありがとうございますを10回唱えて、お父さんお母さんの名前を唱えて、お父さんお母さんのおじいちゃんおばあちゃん、お母さんのおじいちゃんおばあちゃんの名前を言って、それからみんなに感謝してから、お参りしてからここに来てます。すべてのことは良くなるために起きている。何か辛いことだったり悲しいことが起きたときは、この言葉を思い出してみてください。すべては良くなるために起きている。この言葉を口にするだけで、必ずすべて良くなる方に意識が向いて良くなっていきますので、この言葉を、毎回終わるときにシェアしていきたいと思います。ではでは、また明日。レンコンさんでした。ありがとうございます。